RPG3 デラックス。よし、じゃあ今回はマリアンドルイージ RPG3 デラックスやっていきましょうか。というわけで、前回はクッパジに RPG やってきたので、今回はクッパサイドをやっていきましょう。早速ブリロックがいるので、話しかけて装備品くれ。はーい、マッシュ。小判タレブ？ブロックやったじゃあ探してくれてますか？うるさい。マイナス4で全回復しちゃいますか？まあ一応回復しときましょうか。一応6000コインあるんでね、マイナス4、レッツゴー。で、BP とか回復して、じゃあ買い物させてもらいましょうか。なんか新しい装備品とか追加されてますかね。グレンコーラしかないアクセサリーは何も変わってないね。なんだどうした、なんでこんな品ぞれ急にね、あまり良くなくなったんだろう。まあいっか、まあとりあえず何も用ありませんでしたね。まあブリロックはあまりいい仕事はしてくれませんでしたが、ってわけでまあこっち行きたいわけなんだけど、まあ、ブリローズなんですよ、こっち。ブリローズがいるんですが、まあ、チャレンジなんですよ。前回やった、前々回か、やったあれです。いや、前々回か？いや、わかんないけど、その前回とりあえずやったあれです。ブラザーアタックあったじゃないですか、チャレンジの。あれのクッパバージョンなんで、まあ、後にやりゃいいんじゃねえかなって感じはしますが、とりあえずこっち側調べていって、確かダメだったよな。そうそう、こっち側まだダメなんですよ。なので、とりあえず下進んでいきましょう。で、ここにも結構ブロキャット持ってる敵がいたので、倒していきたい所存。でね、ここ確かね、あれなんだよ。ブロキャット持ちじゃなかった、ノコノコ軍団がいたはずなんだよね、軍団で。だ、ノコノコ軍団そんな使う機会ないのよね。ボス戦前にも言ったけど、あまりないから。で、まあ、とりあえずブロキャットいいんで、とりあえず吸収しましょう。えい。で、こいつはなんだっけ、まあ、クッパジニ RPG の方でも戦っておりましたが、ん、誰かよくわからん。で、ブロキャット吸収。いい、どうも。いい、ありがとう。で、お前ら誰よ。HP80 回復ありがとう。え、こいつはなんだっけ、うん、チキン。あ、そうだった、そうだった。あいつが尻尾を構えた瞬間にあれなのよ。しゃがむと、いい、んーです。はい、ファイヤー。まあ、こいつらファイヤー弱点なんで倒せない。硬くない。で、これ、ファン。チキン、はい、ポーン。で、やるとカウンターができます。いいよね、この技。はい。チキン、はい、ポン。あ、当たんなかった。あ、結構猶予あるな、あいつ。意外と猶予くれる蜂だったわ。じゃあ、あとは普通に行動パターン同じなんで、倒していきます。ファイヤー。よいしょー。で、金ゲットしつつ下行ったら、確かノコノコ軍団いいんじゃなかったかなと思うけど、こんなとここんなにアイテムあったっけ？激辛チキン2個。で、こっち側に、その豪快な足音は？はい、聞かれました。もしや、グッパ様では？誰だ？私たちです。我々です。ノコノコ軍団です。クッパ様ー、クッパ様ー、この壁の向こうか。何だ何だ、スライディングパンチした方がよくない？クソ、かったいなー。クッパ様が来てくれたから、もう安心だな。んー、でも壁があってこっちに来られないみたいだぞ。うん、まあクッパ様ならね、こんな壁ぐらいちょちょいと壊せんだろう。うん、そうだよな。なんたってクッパ様だもんな。うん、そうだよ、クッパ様だぜ。すごい信頼。が、はははは、当たり前ではないか、もう、こんな壁ちょちょいのちょい。やっぱりだ、さすがクッパ様、クッパ様、クッパ様。くそ、何かでかいものをぶち当てないとダメかな。でかいものをとりあえず探してみっか。とのことで、いろいろ周りを探していきましょう。で、この後確か水中にも潜れんだよね、クッパ。んで、こっち側行くと確かさっきの場所に繋がって、ここに、ここでファイヤーやるとショートカットが開きます。便利だね。で、ここにあるアイテムゲットしつつ金。で、上行くとさっきの場所だったかな？どうだったっけ？あまり覚えてないんだよな。ここもショートカット。あ、そうだね。ここもショートカットだ。オッケー。で、これで開通しまして、ある程度行き来しやすくなったよってわけで、下側で確かなんか水中に行ける。そうそう、この鉄球でね、水中行けるんだけど、俺はその前にレベル上げしたいんで、ちょっと、レベル上げしてきます。レベルが上がりました。さて、レベル上がりましたが、クッパはレベル16。あれ？ランク変わったもしかして。ゴールドラン。意外とクッパ早いな。まあ、クッパはどれあげよう。カリスマ大王で、大魔王の力、パンチとファイヤーの威力がアップ。で、ボコスカアタックの威力がアップ。いや、これ強えな。これ強えけどもよ。クッパしばらくボス戦ねえのよ。前言った通り。さっきも言ってるけど。なんかさすがにこれは BP と角がアップするこれでしょう。カリスマですよ。やっぱ何事もカリスマ性って大事だと思いません？そうだよな。思うよな。というより、角をレベル3上げましょう。はい、オッケー。53。ゴミ。ザゴ的に倒し終わったんで、早速この鉄球で海へレッツゴー。ふい。ダイビング。で、こんな感じでクッパが泳げるようになりましたと。で、これでいろいろ破壊していって、
きつつ、あ、違う違う、マリオたちじゃない、マリオたちを操作してました。ごめんね。ちょっと画面が暗くなっちゃったね。オッケー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 。危なかった危なかった。で、この貝殻ですね、あれ、地上に上がるためのものなんで、今はとりあえず無視しましょう。いや、すごいね。クッパ、着地するとドスンって、鈍い音聞こえんね。で、ゲタゲタです。ゲタゲタは、まあ、皆さん知っての通りですよ。こいつです。あ、当たる当たる当たる。まあ、一回だけ戦っておきますか。まあ、大体コードバターみんなも見たいでしょう。よう。こいつも確かにブロキャット持ちなんですよ。これ、どっちだっけ？ポン。あ、早い。意外と早めになってる。もうちょっと前遅かった印象あんだが、まあ、というわけで、ブロキャット持ちだよな、お前、確か。そうだよ、お前、ブロキャット持ちだよな。俺、歯、ついでに歯をもらいます。これであいつはなんか、入れ歯がなくなりました。で、ブロキャットありがとう。後ろになんか背景にエビいるんだね。エビ可愛らしいね。で、これはどっちだ？で、バナナの皮だったら滑っていくんだよね。とー、とーら。オッケー。こいつはパンチに弱いからね。さあ、殴り倒していきましょう。まあ、こんな感じの敵ですね、ゲタゲタは。あ、どうしよっかな。ゲタゲタ戦、ゲッとかあまりしたくないんだよな。あまり経験値美味しくないしな。稼ぐんだったらもうちょっと後の敵の方がいいのかなって感じはするが、さて地上と上と下がルート分かれてますが、これはさすがに下に行かざるを得ないか。あ、でもこれ確か下と上繋がってんだっけ。なんかそんな感じだった記憶あるな。まあ、どれちょっと泳いでいきますか。このクッパの泳ぐ姿って新鮮で可愛らしいよね。お調子指輪。ゲタゲタと戦ってたらなんか落としたね。お調子指はね、なんでしょう。さて見ていきましょうか。お調子腕は、エクセント評価だと BP。あらー、あらいいじゃない。あら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 。これは気まぐれ指輪の借り付けておきましょう。お調子に乗りましょう。で、こっから確か地上に行けるんだけど、どっちが正規ルートだったかな。まあ、とりあえずちょっと下側の方のエリア来て、上のちょの貝殻で浮上したらボディープレスしかない。ここはボディープレス覚えてないとダメなエリアだな。うん、そうだわ。うん、ボディープレス覚えてないと何もできないエリア。なので帰ります。で、こっちで地上へ、ドーン。すると、はい、ここに来てまして、イカダがある。あれは、船ですね。あれは船か。あの船をぶつけたら壁をぶつくぶつけぶつぶちぶちぶちできるかもしれないな。大丈夫かクッパ。すごいなんか言語が急に語彙力なくなったけど。まあ、こっち行きましょう。でこっち行って上行きましょう。でからの、あー今の叩くべきだったっけ。これ叩けるっけ。おいよっこいしょ。でこっち行きの指定のこっち行きのでこって、あれどうやってあのアイテム飛んだっけ。どうやって飛んだっけな。まあ、とりあえずちょっと取りに行ってみるか。あー無理。まあ、とりあえずあれちょっとほっとくしかないな。どうやって行くんだったかな。どうにかして行けたような記憶があるんだが、あれだっけな。この船動かさないとあのアイテム取れねえ。うえ、前より花粉の描写エグくなってる。こりゃくしゃみ出るわ。俺だってでムズムズするもん今。花粉の季節じゃなくてよかったわこれが。この匂いはなんだ。嗅ぐな嗅ぐな。なかなかいい匂いだ。まあ別に花粉自体は匂い自体はいいんだろうけどよ、絶対痒くなるって時クッパの鼻が刺激されてるので我々は鼻に行きます。でこの上でスピンジャンプせずともなんか勝手に上がってくれた。ここはちょっとタッチペン操作なんでちょっと左向きますね。うわーなんか難しそう。出たよ。ん？何これ、汚いわね。マリオたちもこんなでかい花粉に会いたくはないだろうよ。長えなチッピー。上から落ちてくるのは花粉だわ、知ってるよ。何、うん、俺がタッチしろって。あ、ごめん、ちょっとマイクテープ使っちゃったわ。あ、もうしっちゃかめっちゃかだよ。で、それでクッパの鼻が反応してたのね。はいはいはい。で、うん、花粉弾いてんな。チッピー、早くしてくんない？長いよ。この壁を花粉を当てれば、クッパの壁で何か起きるんじゃないかしら。はいはい、わかりましたよ。当てればいいんでしょ。マリオたちタッチペンで素早くスライドすれば、花粉を弾き飛ばすそうね。例えば、こうやってマリオたちをなぞると、うん、わかってるよ。スライドした方向に動けるわ。はい、こんな風にね。難しいね。これ難しいの。これ嫌いなのよ。こんな風にマリオたちを動かして、花粉を花粉の方に弾き飛ばしてみましょう。というわけでスタート。まあ、嫌いという言い方は良くなかったね。苦手と言うべきか。はい、こんな感じでどん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 弾き飛ばしていきましょう。はいはいはい。いけいけいけ。ほれ、これでこんな感じでどんどん弾き飛ばしていくのが一番ベストなんだけど、花粉が壁に当たると反応して色が変わるのね。何しに来た。
この調子で全部の壁に花粉を当ててみましょう。はいはい、わかりましたよ。なんでもう一回スタートさせんの。いいでしょ、別に。まったく。で、これ、まあ、とりあえず下の方で待機しておきましょうか。とりあえず、これ、上の方にもちょうどとりあえず当てて、で、これ、なんか、トゲ花粉みたいなのもなんか、いずれ出てくんだよね。あ、そうだった、これ、ちゃんとなぞんないと、その方向になぞんないとね、発射できないんだよね。意外とこれ、精度悪いのよね。わかる、みんな、見てる感じ。すごい、細い隙間狙いたいんだけど、なかなか当たんないでしょ。だから、こんな感じで、斜め下に入力しないと当たんないんで、こんな感じでどんどん入力していきましょう。はい、横。で、これ、斜め。オッケー。これでしょ。で、でかいの出ました。すごいな。壁が激しく反応してるわね。次はこの壁でマリオたちで直接刺激しちゃいましょう。はいはい。わかりましたよ。ほら。痛々しいの前より。ん、出た。いけ！何？お前がライフを減らすな、当たって。これはさっきの花粉とは違うわ。トゲ花粉に当たるとハートが一つ減っちゃうのね。ハートがなくならないように気をつけてね。はいはい。で、お前の力で回復しといてくれ。お前が食らった分はお前が取り返すんだ。マリオ、トゲ花粉に当たらないように気をつけてね。はいはい、これ難しいの意外と。いや、トゲ花粉に当たりそうになるのよ。で、どこ？はい、あっちね。はい、オッケー。で、あまり上の方にいると花粉の餌食になるんで下に下がりましょう。あ、オッケー。あれ、もしかこれ終わった？いや、まだか。こっち。あー、このね、ちょっとなんかゴワゴワしてるやつがね、最後のあれです、鼻です。前より痒い表現になってね。ほら、ほら、アクション大魔王。はい、どすこい。もう船の原型をとどめてないよね。ふぅ、すっとしたわ。あー、すっきりだ。おい、くしゃみも豪快だな。うん、のんきだな、お前は。じゃあ、早速行きましょう。で、これでさっき船が邪魔してた通り道とか通れるようになってるんで、なんかいろいろ変わってんじゃなかったかな。で、こっち行って、ここ到着。で、ここでなんかブロック破壊。オッケー、50コイン。そして、こっち側でまた花粉をすればいいんじゃなかったかな。そう、これがいっぱい結構使うギミックなんですよ。また。はぁ、いい匂い。やめろ、やめろ。なんで船の上に乗った？すごいよね、これ。なんで船の上に乗んだろうね。またこの匂いか。ちょっと、癖になるな。はいはい、わかったわかった。じゃあ、さすがマリオたちはまた話刺激しに行きますよ。もうこれはカットでいいね。正直同じ下りをするだけなんで、何も変わってないんで、やってきます。行ってきまーす。はい、オッケー、終わりー。最後まで刺激してきたので、行ってらっしゃい。大変だな、もう。で、爆音でさっき花粉でくしゃみした島が破壊されて、はい、いらっしゃい。のこのこのとこに到着。びっくりするよね、こんな登場の仕方は。うわ、船の残骸前より散らばってんな。びっくりしたー。すっごいの来たな。そりゃすごいの来たなって驚くでしょうよ。もうちょっとずれてたら、のこのこたち死んでたもんね。ああ、危なかった。つうわけで、これにて、のこのこたちを救出できるというわけで、ほら、出てこい。いらっしゃい。出られたー。はいはいはい、あのこのこくんなんか仲間になったよーい。練習していきますか。いいですー。いやーし、さすがクバ様ですね。私たちをびっくりさせるため、まさか船で出てくるとは。簡単に壊したら面白くないですもんね。さすがクバ様だ。クバ様、クバ様、そうだ、びっくりただろ。わざわざお前たちのために用意してやったんだ。クッパ様、クッパ様、アソリクッパ様、ヘイクッパ様。1時間後、オッケー。1時間も聞き飽きましたが、あ、この子イカダあったっけ。ちょっと旅してようかな。このイカダどこに伝わった。ここってアイテムあるだけのエリアだったっけ。あ、そんな記憶あるわ。で、ゲタゲタあげるが、まあ、でももう一つなんかエリアがある。ちょっと経由しましょう。オッケー。で、これどこに繋がってんだ、これはどこだー。これは上に行けと言われておりますが、で、こっち行けと言われてますが、この案内板に従っていいのか、これは。これは、これこっちって、あー、そこか、あそこか。オッケーオッケー、覚えた覚えた。で、これでこっち行きの、で、こらへん、オッケー。で、こっち行きの、で、下行き、上行きのからの、あー、今の壁殴んなきゃだ。俺、どこでしょ、当たんねえ。オッケー、からのポン、オッケー。で、こっち行くと、はい、到着。で、ここに何があったっけ、アイテムだったかな。アイテム、アイテムってわけじゃないのか。てか、なんかあのイカダなんか、もう今にも沈みそうなぐらい水出てない。ね。あれはダメだ、もう。で、こっち来たが、また敵いるだけ。あれ、こっち正規ルートだったっけ。あれ、どうだったかな。正規ルートだった記憶あんな、こっち。ちょ、ゲタゲタくんなくんなよ、ファイユ。レベル上がっちゃったよ。相手3体いたんだもん。
まあレベル17いいなーってわけで、もうクッパの体力パワーやばいことになってんな。パワー3上げれる？さすがに無理か。どれ上げる？スピードは、まあスピード4あるがさすがにスピードかなー。4、オッケー、39、サンキュー。あ、みんな、下正規ルートだったんで一回ちょっと戻って、道中のアイテム確保してくるわ。行ってきます。さて、戻ってきて、下側来てみたんだが、あ、そっか、ここってスパイクボールじゃなくていけない場所だっけ。あー、そうだったが、まあ、だとしたらもうこっち用ありませんね。じゃあ、正規ルート戻ります。最悪。さて、先進んできましたら、まあ、見覚えがある、なんかプロペラと花粉。なんだ、あんなとこにプロペラが、空飛べるマシンでもあんのか。うん、空飛べるは森まで簡単に行けそうだがな。ということで、早速花粉を吸いましょう。もちろん割愛。もう3回目。もう見せる価値なし、映す価値なし。行ってきます。はい、オッケー。また花粉刺激終わったので。ポン。はい、というわけで、プロペラが回って、なぜか浮き上がって出てきたのは、すごい巨大な、ロボット。ん、暗いぞ。ん、確か前にもこんなことが。あの時は、この後に、確か、プチッ。いや、はっけなさすぎる。はっけなさすぎるって。いや、眉色思いっきり潰されてるもんな。というわけで、お尻に行きます。で、いつものあれね、助けてくれっていう頼まれるわけですよ。まあ、これも割愛だな。もう正直、これも割愛でいい気がする。同じことの繰り返しだから何も変わってないからね。クッパの生命エネルギーの危機を伝えるため、この審査の場所のあなた方を待ってました。あれの右にいるヘモログビンのを立ててセーブし終わったら、クッパの生命エネルギーを復活するため、目の前にある復活ボートでアドレナレバーを磨いてください。復活のボートに乗りますか？乗る！レッツゴー！じゃあ行ってきまーす。多分皆さんが映る頃にはクッパ復活してるでしょう。さあ、お目覚めの時間です、クッパ様。まあ、この演出は前にも見たが、この演出は初めて見るんでね、このイビッキータワーっていうタワー戦は、イビッキータワー意外とこう見ると、下半身脆すぎるな。まあ、もともとは建物だからな。おー。いいね。徐々にでかくなっていく感じ。おー。で、おー、ふらつくな。大丈夫か？むしろよくバランス取れてんな、お前。意外と頭自由に動くな。おー、でかくなっていくよい。よっこいしょー。まあ、こいつなかなかの強敵と思わせて意外とそんなじゃんだよな、確か。おー、おー、おー、おー。普通に着地するな。お、いい足じゃないか。でかいね。ふん。鼻息荒いな。で、こっちも、四股踏んでんな、互いに。おー。いいじゃないの。おーほほほほほ。いや、クッパのやる気のなさ。うわー、ぶつかってる。ん？おいやーと思ったら違ったわ。ただの方向。で、というわけで VS イビッキータワー戦です。こいつはね、硬いんですよ、しつこぶる。体が異常なまでに硬いので、パンチしかとりあえずできません。ファイヤーが全然来ません。ん？で、後ろにあるのは、まあ湖。ここって一応湖なのか、これ。海なんだろうが、まあ広さ的には海ぐらいが。湖か。湖でした。で、後ろ側も湖がある。そう、湖に落ちたら、まあ大変なことになると。こっち向かい！なんでなんだよ、またうちも。まあ、ということで、明らかに奥の方に飛ばせとのことでパンチをするしかありませんねってわけでいきましょう。ほらーエクセント。はい、いってらっしゃい。一発じゃさすがに落ちねえわな。距離があったもんな。で、こいつの防御とかに成功したりすると、湖に落とせるわけなんですよ。多分、巨大化バトルターボだっけ。攻撃が効かないな。あれの時は多分、クソあれなんだろうね。防御めんどくさいんだろうね。こいつを湖に落として頭を狙えないかな。教えてくれんね、クッパさん。前より優しくなってるかも。で、なんだ？ん？この技あったっけ？何これ？ん？あー、これね、ボムラリーみたいなやつだわ。はい。ポイン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 。おー、前より難しいかも。これターボになったらやばそうだな、今の技。おー、はまっちゃったわーってわけで、はまっておるので、ここをバンチで殴ってやるのが、よし湖に落ちたぞらしいです。ので、頭を狙うチャンスというわけでございます。さあ、狙いましょう。さあ、ここパンチで行きましょう。レッツラー、行きますよー。うらーうらー、どれぐらい入った？ん、結構入るな。で、こいつ逃げようとするんですよ。で、逃げようとするんで、それをね、阻止するんですよ。阻止したりもできる。今日連打タイムなんでちょっと本気出すね。抜け出す気な、そうはさせんぞ。行きます。
いや、いけるかな。いやー、おーいや、一番最初は意外と楽、そんな入れる必要もなかったの力。さあ、どんどん頭殴っていきましょう。いくぞ、おら、もう一発かましてやるぜ、ほんとによ。おら、いいね、いいダメージ。意外と柔らかそうだけどね、顔。で、バコンバコンバコンと。で、確かこいつね、修復したりもすんだよ。で、また、レンダーですね。これ、最大なんかずっとはめれる気になりはめれるらしいんだけど、リラックスマンどうなんだろうね。おらら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 で、次何してくんの。結構連打したんだけどね、今タッチペンで。ダメなんだ、今ので。で、足生えたろ。で、今度はどういう攻撃してくる。あ、そうそう、これチョロップが修復してくんだよね。みんなで修理や。あ、かわいらしい。で、修理してるんで、これをファイヤーで撃ち落とせばいいんですよ。確かね。前はファイヤーじゃなくてパンチやろうとしてたんだけど、パンチは確かダメだったんだよね。で、こいつはファイヤー効きませんので、何の意味もない。で、どうしてくるんだっけ、これ。またラリー。またラリーっぽいな。こいつ、ボムラリー好きだな。で、で、あれ、ゲタゲタ出てくる。ポン、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 クロッシュ、クロッシュ、ポン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 。わぁ、危ねえ。すごいノックバックすんな。どんな、あいつ摩擦熱ってもないのかね。摩擦すごすぎない。絶対はもうあれだよ。下半身の分、ズザズザだよ、今の。でもさすがにロボットだから平気なのかな。まあ、そこはロボットだしな。まあ、平気でしょう。まあ、これで湖落とせるかな。いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。はい、落ちましたね。で、またパンチタイムです。これを繰り返していくだけのボスです。今のところ技のレパートリー少なすぎないか、お前。今のところボムラリーしかやってないぞ、俺。で、殴れるかな、いった。もう脱出しようとする、こいつ。もう許さんぞ。というわけで、連打ですね。行きましょう。うおー、落ちろや。オッケー。普通に疲れんだわな。普通に疲れんのや、あれ。やめてもらいたいね。もうやられんだったら早くやられて。普通に硬い。おら、頭強打。いいぞ。あと一発で終わりそうだね。すごい、ちょっと困り顔になってない？すごい困り顔になってない？気のせいかな。で、連打だろ？もう連打打っちまうか、もう。今うち連打もう打っちまうか、みんな。ちょ、行くわ。行きます。あー！逃げられるんかい。あんだけ、あんだけやって、逃げられるんかい。立ち目のカチカチ聞こえた、みんな今。かなり連打してたぞ、今。もう手小刻みに震わせて、ドドドドドってやってたのに。こいつ、ふざけてんのか。こいつ、頑丈だな、無駄に。で、これ回復されると面倒なんで、ファイヤーでとりあえず、よくわからないチョロップたちを、あれ、倒しちゃいましょう。同じことの繰り返し。今回、やけに同じことの繰り返しが多い、ファイヤー。オッケー。エクセレント。で、次またなんかラリー、まさかまたラリーとか言うんじゃあるまいな。ラリーじゃないな、この感じ。なんだ、あー、あれかな、肩がいっぱい出してくるやつか。これとりあえずタッチタッチ。あー、あれはキノコだから燃やさなくてもいいけど、あれは回復をくれるんですよね。なので別にまあいらんといえばいらんって感じですね。まあ一応もらっとこうと。あれにファイヤー使うのもったいないな。でも、はい。で、こっちこっちで、こっちうちので、こっち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 、あっちそっちこっち、どっち、ほい。で、あいつはほっときましょう。試しにもらいましょうが。ありがとう、ゲット。ほいほいほい、いいね。さて、で、これでまあとりあえずここであれだね、回復のマーク出てるから、これで体力減ったら回復できるよってやつですが、私はノーダメなので、いりまーせん。いってらっしゃーい。うおほほほほ、すごい動くね。これバトルターボの方は時間制限あんのかな、ターン数制限とか。いびきタワーだとしたらさ、稼ぎそうじゃない。じゃあメドレーあるでしょ、この感じだと。こいつらボスラッシュ、巨大化ボスラッシュっていうのかな、ありそうだよね。で、またそれかい。意外と早めなんだよな、これ。意外と早めでいい。ぴょんぽん、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 
ぴょん、あ、終わった。で、あと頭殴るだけで KO ですね。で、多分とどめのファイナルアタックじゃない？もういびっきいたわな、鼻。ウソップがボロボロの時みたいになってるぞ。大丈夫か？まあ、とりあえず最後のパンチを食らわせてあげましょうか。まあ、正式的には最後ではないがな。あ、クライヤー、おい。はい。で、体力もミニなんで終わりですね。で、バコンバコンってなるのか？え、脱出すんの？あー、これは多分阻止できねえのかな。あ、そうだね、ファイナルアタックだから多分普通に上がってきたんだ。律儀ね。湖の中では死にたくないんだね。で、立ち上がったか。あ、ファイナルアタック普通にピンピンしてるけど。で、なんだっけ、これ連打だっけ。いきます。また連打か。連打やめてほしいな。行きましょうか。もう最初がそれでよかったんじゃないかと思うが、おらおら、空城城太郎もびっくり。ん、アッパー。うわー、足バタバタしてる。かわいい。で、最後に回転だっけ。回転しなきゃいけない。おー、エクセレント。バイオイ金的、がっつり金的ね。これ効いてんの？まあもう走行がボロボロだが効いてるって解釈でいいのかな。腕いってー、それ硬いもんな。ボロボロ。ああ、ああ、ああ、おお、まだ踏ん張るね。おーおーおお、むしろよく持ちこたえてんな、これ。踏ん張った。あー、ダメでしたね。頭取れちゃったけど。あーあーあああ、どうすんのこの生首。ふん、すごい下手に見え。蹴飛ばすの戻してあげるんかい。あー、で、崩れ落ちて、これで中に入れるわけか。なるほどね、ムービー付きだと分かりやすいな。あーあー、頭がもうビリ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 してるけど。いや、笑っとる場合か。すごい笑うじゃん。サッカーボールキッククッパってなかなか珍しいね。で、最後のおたけびか、いつもの。うわー、イエーイ、かっこいい、ウィーン。で、またなんかいろいろ報酬もらったかな。なーにかな。はい、ボコツカキバ、キンキラキバ、パワー豆、ディフェンス豆、ありがとうございます。で、金もいっぱいありがとうございます。じゃあちょっと向き変えます。というわけで戻ってきましたが、はい、クッパの体がポン、うわー、ドーンと。お疲れ様でした。うおーい、潰された形と同じ形になってんな。よう、大丈夫？ふぅ、疲れたわ。が、あ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 、城だろうがタワーだろうがな、声もなしだわ。とのことで、じゃあちょっといびっきりタワー入って確か中にセーブロックあんで、これでセーブして終わりましょうか。オッケーオッケー。じゃあセーブありましたんで、じゃあ今回動画はここで終わりにしましょう。じゃあ次回はマリオたち側の攻略になると思うんで、それが終わったらまたジュニアをやっていくって感じになります。それじゃあ次回マリオ側のストーリーでお会いしましょう。バイバイ。